今日のリメイクはシニアのブラース。それ今まで3回シリーズでやってきたんですけども、今回製品が仕上がりましたのでご紹介いたします。こんな風にね出来上がったんですけども、これはね飾りにこんな紐をつけてみたんですけどね、こんな感じで襟もつけてみました。あとはここね20センチのファスナーをつけまして、そしてね今回はポケットをね左右につけようと思ったんですけど、ちょっと丈が短くてポケットをちょっとね不釣り合いだったもんですから、この正面ねこの前中心のところに1個だけね、最近はこうマスク入れたり何かねちょっとした小物、車の鍵とかね、そういうことでこの前に1個だけ飾りポケットをつけました。こんなね全体的には袖をつけれてこんな感じなんですけど、表からねこの肩の部分に3箇所ダーツが入ってますよね。そしてあとは袖付けがここまっすぐでね、袖のところはね前と後ろにねこういったタックを1箇所取って、そして袖口は15センチに仕上げました。こんな感じです。今度は後ろですね。後ろの方はねここに後ろの中心に1個ねダーツを入れることによってね、ここがね自然とこう膨らんでるんですよね。ここが、ちょっと見えるかな、こんな感じで膨らんでます。それからここの肩にねダーツを入れたことによってね、脇からもこう膨らみが出てくるというか、ちょっとねこんな風に膨らみが出てきて、全体的にね体をねこう包み込んでくれるような感じで、ふわっとした感じで出来上がったんですね。ですからやはりねこのダーツは細身の方はね3本入らなくてもいいと思うんですけども、ダーツを入れることによってねこの脇の線がふっくら見えるから、肩がその丸みがね見えにくくなるっていうか、それでカバーすることもできると思います。はい、こんな感じでねここの部分が膨らみますよね。あとこの脇から見た時にここにダーツが入ることによって、この辺全体がねふっくらと見えますので、この背中のね丸みが意外とこう気づかれないっていうか、カバーできるっていうか、そんな感じでなんかねこう軽いしね、ちょっと上に羽織ったって負担にはならない生地の軽さですので、上に羽織るにはとっても良かったかなと思います。背中をカバーするにはやっぱりねこういった袖を大きくするとか、全体的に膨らみを持たせるとか、あとは襟をつけてね他に目が行くように仕立てることもまた大事かなと思いました。襟が大きかったりするとこの辺が強調されたりね、あと前に紐をこう飾り紐をつけるとねこの辺が強調されて意外と後ろが見えなくなったりっていうことで、やはりこういったこともシンプルなものよりはちょっと飾りを入れたり大きくしたりすることでカバーできたんじゃないかなと思います。襟の方はこういうふうにね立てても大丈夫ですし、またこういうふうにね幅が8センチありますので、こういうふうにして折ってここにね飾りの紐をこうつけるっていうか、これはね好みですので、ね、つけてもつけなくても、あとはどんなふうに使ってもいいと思いますけど、こんなふうな感じでね、そうすると前はねやっぱり紐がちょっと目立ったりね、あと襟がちょっと大きめで襟が目立ったりっていうことで、意外と背中の方まで目がいかなくなるっていうか、あとは袖も大きめですし、この辺もねふっくらしてますので、意外とねこう体型はうまくカバーできたかなと思ってます。じゃあね、私実際に自分の型紙で作っておりますので試着してみたいと思います。
際に私自分の前型紙で作りましたので、試着してみました。この上はそうなんですけども、今回はこの下のズボンね、これはね、ゆったりズボンということで、同じ生地で生地で作りましたので、上下が仕上がったわけなんです。こんな風な感じでね、上と下対にして着ればまた一味違ったね、着物リメイクになってよかったかなと思ってます。これが前ですね。袖もこんな風にね、ぴったしっていうか、自分好みに袖口もできました。これはあくまでも私の型紙で作ったものですので、同じ寸法で作ってもやはりその人の体型によって違いますので、そこはね、自分の型紙をきちっと作って仕上げることが非常に大切なことになります。はい、こんな風で前はこんな風ですね。袖丈も、自分の思うような袖丈になりました。あと後ろなんですけど、後ろはこんな風な感じです。横からはこんな感じですね。背中がちょっと膨らんで見えるかと思うんですけど、あと肩のダーツを入れることによってね、この脇から見た脇の線も意外とこうふっくらして見えると思うんですけど、これで全体的にね、やはり背中の丸みが気が何ていうか目立たないっていうか、あと丈はね、こういったついに履くときはズボンに履くっていうことで、あまり丈が短いと釣り合いが取れないので短めにしてこんなふうに作ってみました。以上でご紹介を終わりたいと思います。今回もご覧いただきましてありがとうございました。